2004年の日本では、2004年の日本の出来事、流行、世相などについてまとめる。日本では、西暦の他にも、以下の記念法を使用している。なお、以下の記念法は、西暦と月日が一致している。長期持ちいいが、新語、流行語大賞の年間大賞を受賞した。歳、自然災害が多かったことから、この漢字が選ばれた。また、災い転じて、 福となすという意味も込められている。東京メトロ発足に新潟県中越地震で脱線した上越新幹線の200系、新1万円紙幣、新5000円紙幣、新1000円紙幣道路、鉄道航空全国で1年を通して平均気温が高かった。そのうち夏は各地で記録破りの猛暑になった。特に東日本では1年間の平均気温が平年より、 摂氏1.3度も高く、戦後で最も気温の高い年となった。一方、過去最多となる10個の台風上陸、同じく過去最多体となる19個の台風接近が各地に大きな被害をもたらした。また、梅雨前線は平年より勢力が弱かったものの何度も活発化したほか、周雨前線が長く日本列島に居座ったため、夏から秋にかけて、 豪雨災害が頻発した。流行後以下に本年の受賞号を列記する。なお、肩書きや役職などは受賞当時のものである。ファッション文学ドラマ NHK 民放特撮お笑い、その他のテレビに関する話題コンピューターゲーム書き、オリンピック・パラリンピック書き、オリンピック・パラリンピックがギリシャの首都アテネで開催された。日本からも多数のアスリートが出場している。 野球サッカー競馬モータースポーツ、ありがとうございます。